あのゾゾタウンっていう人の人じゃないやなんか会社の多分福屋さんですよね私あんま知らないんですけどそこの前澤社長っていう人があの堀エモ門みたいな有名人らしいですがあのその人が100万円を100人に1億円プレゼントみたいなことやったじゃないですかで私も前からああいうのはやるつもりだったんだけどやる機会がなくてねで今回今だと思ったんですよだから今回私もあのこれですねあの銀行から昨日 ATM で90万円下ろしてきたんですけど、まあ、ちょっと限度額ねあの使い切ってしまってもう昨日は払い戻しがあと90万円しか受けられなかったんでだからさらにあの410万円はどうか 窓口で下ろしてこようかなと思うんですがまあ、ともかくそれで500万円を用意してえそれを配ろうかなという風うに考えていますうん、そうっていうとまあ、ちょっといろいろでも視聴者の皆さんもはぁと思う方もいっぱいいらっしゃると思うんですよだからそれについてあのすべてのチャンネルで同じような内容で申し訳ないんですが動画を投稿して視聴者のこの高評価低評価のね反応を見てそれで最終的には決定しようと思いますあの私のチャンネルで結構動画見ていらっしゃると最近お金をねバンバン使うような動画が多いじゃないですかあれはお金を使えばまあ、つまりあの金で再生数が えるるところがあるんで、それであのまあ躊躇なく大金を支払ってあの豪華な列車とかに乗ってるわけですけどでもうちのチャンネルはまあ金で再生数は買いたいと思いますがしかしあのお金でなんだろうなそのお金があることを見せびらかしたりとかなんかその嫌味な動画を作りたいという意思は全くないんですよでそう見えてしまうのは非常に困るのであのもうそういうふうに視聴者の方が特に旅行チャンネル鉄道チャンネルの視聴者の方が感じられるんだったらばちょっとそれはまた考えなければいけないなというふうに思っています。で えーまあ、そうだからの今までの視聴者がねこの私が500万円を配るというのを見てまあそれを正直で500万円を配るのの何がいけないのかよくわからないんですがまあそういうことを嫌がる人があの世の中に多数いるということは、まあ、まあまあ私はわかるんですよ。まあ、あとあの鉄道チャンネルとか旅行チャンネルの視聴者としてはねその大金を使って豪華な鉄道の旅とか豪華な旅行をしてほしいっていうふうな気持ちがあることもまたそれもわかるんですけどただあのそれ用の金は別にちゃんとありますんで別にここで500万円使ったからっていって鉄道チャンネルの動画がなんか急に質素になったりとかす することはないぐらいの程度しかだからだから500万なんですよ1000万でも2000万でもなくねあのその逆に言えば500万程度しかできないであのゾゾタウンの前澤社長の えー、その書き込みによってですね ZOZO ゾゾタウンの株価が上がりまして、えー、多分あの人は持ってるはずですよ自分の会社の株だからその株価が上がったことによって多分自分の資産も増えてるからあの人は1億円をみんなにプレゼントしたりで実はねあのみんなからの注目こう浴びてその分また自分の資産はすごい増えたはずなんですよで私も同じことをやろうと思っていて別にこの500万円をただ配ってみんなにねこうなんかあの見せつけようって言うんじゃなくて500万円を配りそれを配るということをあちこちに知らしめてまたそれもあの私のことを宣伝 できるようなあの、何ていうのかなこう応募のさせ方をしようと思うんですがそれでいろんな人に認知をさせることによって私の知名度を格段に上昇させようというね目的があるんですで私は知名度に対して収益が多い YouTuber だと多分多分そうだと思うんですがそういうふうにやっておりますのでだからこれをさらにねこう あの普通の YouTuber ではできないあの大金を使うことっていうのが意外とできてしまうんですねまあそんなにだからっつってたかたか500万円なわけですけどでも500万ぐらいは使うことはできますだからそれをそうあのやろうと思ってで視聴者の皆さんもあのこの企画についてはあと思ったらこれを躊躇なく押してくれると私もやりません別にあの500万円を払うか払わないかはどうでもいいんだけどでもあの視聴者の今の視聴者の皆さんの反応が私は知りたいです まあ、応募方法として考えているのは、実際にあの、ZOZO ゾゾタウンの社長のやつで、えー、500万人ぐらいが確か応募したんですよね。で500万人が応募したってことは、えー、と、5万人に1人の割合で、えー、100万円が当たるわけですから、じゃあ私も5万人に1人以上になるようにえー、お金を配ろうと思っています。多分、あの人だからその何万もされましたけど、私の場合だったら多分そんなね、500万リツイートもされないだろうから、えー、だからまあ、 例えば5万リツイートまでだったら1名様に100万円とかね、えー、10万までだったら2名様にえ100万円、えー、ですねで25万リツイート25万人までの応募だったらば あのゾゾタウンの社長よりも私のところに応募した方が有利になる率が高くなるとそういうように設定しとけばまあ視聴者のみんなも納得するだろうしまあ、それからあの例えばねそれで応募者数が例えばまあ,あの6万人とかしかいなかったら200万円払えば済むわけじゃないですかそうすると300万円は手元に取ってくれるから、まあ、あの払わないに越したことはないですからね。ということをねやろうかなと思うんですけどうーんやっぱみんな嫌かなこういうのうーん、ね、あ,のあとねちょっと、まあ、個人的には法的に大丈夫かとかねあの今日ちょっと税理士 のところ行ってそれ聞いてこようと思うんですけどあのいきなりこう配ったりとかしてまぁ、あ、もらった方はあれじゃないですか贈与税になるんだと思うんですけど贈与税贈与税じゃないか所得税か えどっちなんだろうなちょっとどっちなのかわかんないんですがまあ、所得税にしても確定申告が必要になるだろうし雑所得がね15万円を超えますから贈与、えー、税だとしたらその人の例えばお小遣いお年玉が10万円より超えていたらば贈与、えー、税確定申告でねあの納税義務が発生するんですよね確かねそういうもろもろの問題もありますんでまあ、一応ちょっと聞いてからなるべく必要なアナウンスをしたいとそれからあとは、えー、例えば小中学生が応募して当選した場合100万円払うのが、まあ、払うしかないんですけどそれについて社会的なあの評価はどのように落ち ととかいうことを考えてです、ね、まあそのはっきり言って100万円を小中学生がもらってその家庭が困ることに関しては私はそんなのは感知しないわけですけどでもそういう可能性もあることをやることによって社会全体から私が叩かれるようなことがあったらそれは問題ですよねだから、まあ、あくまで私のためなわけですけれどそうそうなんですようん。であとあのー、さっきのなんだその分のね500万円を、えー、旅行の動画に使ってほしいっていう意見のほかにえー、に5万円を 100名様に配るのをやってほしいっていうのもあってね、それはね、確かにね、あの、わからない私も個人的にはその方が魅力度は高いと思いますよ。やっぱ5万円がもらえる率がね、こう高い方がもうい,い。そんな100万とかいう大金もらっても、ちょっとこう、現実味がないというかね、そんなんいいからもっと現実的な夢が見たいと思うんですよ、みんな。私もそう思うんだけど、ただ悪いけど、ちょっと100人に配るっていうのはね、ちょっと手間がかかりすぎるんですね。えー、だから、あの、一度に一括してあの、配布してしまいたいというのが、うん、あります。いや、本当はね、最初、 1,000円を1,000、えー、名様に配るとかねそういうことがしたかったんだけどまあ、それに1,000名様とかになると振込手数料がねかかるから5,000、あのー、名か1,000円を5,000名に配るってなると、えー、まあ一箇所の振込手数料がまあ、200円ぐらいだったとしても、ね、あのー、780円ぐらいしかいかないわけじゃないですかなんかちょっとなっていうような気がするしねまあ、結局大金をまとめて配ってしまった方が効率的だというのが、まあ、正直なとこなんですけどね。うん で、まあ、あと、これが、あの、何のひねりもなく面白くないという方もいらっしゃると思うんですが、まあ、ひねりがなくともですね、現金がもらえるっていうのは、あの、嬉しいことなんですよ。私だって、あの、ZOZO タウンのやつのね、社長のやつに私も応募しました。はい。あの、100万円もらえるんだったらね、誰だって欲しいに決まってます、ね、もう100万円持ってたってもらえるんなら欲しいからね。らとりあえず、あの、 どんな人がもらうかとか知らないけれども私のことをですね一旦は見てくれるだけでもあの例えば25万人が応募するんだったら25万人が 私の投稿して、まあ、あの具体的にどういう方法でやるかっていうとツイッターにのところであの文章であのみんなにこう,こういう応募要項ですって説明するんじゃなくて私がこういうふうに喋って独特の喋り方と独特のものの考え方、まあ、こういうことをまた披露してそれであのお金を配りますという告知をすれば「なんだこの人は」と言って YouTube のチャンネルに移行して登録をしてくれたり興味を持ってくれたり、まあ、少なくとも覚えてくれたりという人が。 結構増えるるんんじゃなないかなと思ってるんですよそののための500万円なら安いいと思いますで、まあそれは別にただ配るんじゃなくて今後その500万円は1000万円か1億円か分かりませんが変わる予定なのでえ別にそ,のそこに500万円を使うことに対して特に損するとは思わないのですがただその私の見積もりがちょっと間違っていた場合には危険ですから一度視聴者の皆さんにお伺いを立てるというのがこの動画の趣旨そしてこの動画からまた10分喋ったことによって収益をもらうというのがこの動画の第2の趣旨です。えー、ちょっとね中身のない動画ばっかり とと悪いと思うんでなるべくしっかりとした方向に持っていきたいとは思うんですけれどまあこんな感じでいいかな、えー、どうですかね旅行チャンネルとか鉄道チャンネルにもこの動画は出ているはずなのでその視聴者の皆さんとの、えー、お話もできればなと思うんですがお話っていうかねあのー、やっぱり旅行とかってねお金かければ面白いと思もんじゃないと思うんですよ実際にはだからもう使う先がないんですよ国際線ののファースストクラスで行くのも まあそれはどんなものなんだろうかって興味あるけれどもしかし国際線のファーストクラスをいかに安い金額であファーストクラスじゃ違う国際線のエコノミークラスで行くんだけどもいかに工夫をしてそのエコノミークラスを快適に過ごすかということもねそれもやっぱりこうみんなの興味の対象であると思うしんそれから例えばビジネスクラスに安く乗ることができてしまったえこんなに安く乗れるの万歳みたいなそういう動画もまたありだと思うしまあ海外旅行だけじゃなくてもですね、えー、JR でも あの新幹線のねグリーン車で行く旅行とかトワイライトエクスプレス水風の旅みたいのもいいと思いますけど青春18切符、えー、耐久乗車、えー、40時間の旅とかねそういうのもやっぱり面白いと思うんですよだからお金かけりゃいいってもんじゃないんでもうねお金かける先が最近ではあまりないというのが正直なところなんですねだからそのこの500万がなくても鉄道チャンネル旅行チャンネルに投稿する動画はもはや変わらないわけでまあこれ90万しかないけれどだからそのなんだろうなうん じゃあその500万円をね鉄道チャンネルにどういうふうに使うかってそれがまた微妙なんですよね。であとはあの視聴者の皆さんもこんだけ言ったから分かると思うんですけどあの旅行券を配ってほしいとかあのスーツさんの500万円を使って企画してオフ会をやってほしいっていうのがあるとあのそういうね意見も出るかなと思うんですけれど。 あの商品券とかねそれはダメですなぜなら、まあ、商品券にすることによってあの税金の面でいろいろもしかしたら面倒が減るという可能性はありますが、まあ、少なくともあの視聴者に対するサービスというわけではないからですこれはあの視聴者の皆さんに対して日頃の感謝でもの物を配るとかあの視聴者の皆さんが旅行を楽しんでほしいという趣旨で配るのではなくてあの私に興味のない人たちに興味を引かせる、えー、それでそういう人たちを引きつけて私に関心を持たせるのに最も効率的な魅力的なものは何かというと現金なわけですよ。 だからそれであの視聴者の皆さんに対する還元的な使い方をしないというか、まあ、そういうものはですねあのもっと私があのもう設けるところまで儲けてですねもう,もういいわってなったらそしたらあのやりますからあのその時そういうものを余裕を持ってできるようになるための今回の,あのこの方策だとも思ってほしいですね。 あ,のあとは何だろうなこれだけの金額があったらそんな無駄なことに使わないで寄付をした方がいいんじゃないかという考えもあると思いますが今寄付しないであのそれだったらば500万円を使ってそれで将来1億円が手に入った時に1000万円を寄付しますその方が絶対にいいと思いますだからできる範囲で私もそういうのはやっていこうと思っていますが今500万円とかそんな大金を寄付するような局面ではないはずです、えー、そういうところでしたご視聴ありがとうございますえー、こうか